今、10月20日なんですけど、10月21日が花ちゃんの誕生日なんですね。26歳。それで、僕がね、ちょっと、こっそりレンタカー借りて、まだ行くところも伝えずに、誕生日旅行をしていこうと思うので、ちょっと、その様子を撮っていこうかと思います。何？ツイッターで。え？ツイッターで。ツイッターでしょ？ツイッター。ネイルがさ、ネイルしてたらさ、キャリシー黒いパン探してきてな、だから。よだれ？黒いパンと。いらんよ、そんな報告は。動画撮るの？黒いパンって。黒いパン、どういうこと？黒いパンで動画撮るって。黒いパンの中から動画撮るの？ああ、動画撮る撮る。このチャージスポットいいの？返さない。あ、返さなんか持ってきて。え？黒いパン？黒いパン。マジ？黒いパン買ってきたん？買ってきた。マジか。なんじゃ？分かってたよ。どうせ車になって思ってたよ。いやでもさ、散々さ、なんかその、なんか、後悔は電車で行くから、とか言って。だって思んないやん、分かってたら。ん？でも分かってたよ。いやでもすっごい言うから、あ、これ本当なんだなと思って、こんな嘘つくのに、かすみくん。騙されやすいな。逆に怪しいと思わへんの、それ。楽しみだね。そうだね。どこに行くの？のは知らない、全然。行きましょうか。まずあれやろ。コンビニに行きたいやろ。そう、コンビニに行きたい。コンビニ好きやからな。コンビニ楽しいやん。何すんコンビニ。行こうとりあえず。はい。ガオ。ハッシュドポテト男やで。美味しい。私も食べよう。私は肉まん買ったよ。うわぁ。あぁ。うわぁ。肉まんが出る。飲み物買ってへんわ俺。あ、買ってこ、あ、私も買ってないわ。え、買ってない。肉まん。やばい、飲み物買いに行く？ちょ、買ってくる私。ん？買ってくる飲み物。なんかおるで。なんや、あれ。なんや、なにこれ。これ俺かな。え、ゴリラ？え、ゴリラ。え、顔見えなかった。マジで？今俺が映ってるだけじゃん。めっちゃ怖い、ただのかつみくん。すっごい怖かったね、顔。え、なんか歯出てたな。痛い。大丈夫？デザイナーです、こちら。ゴリラデザイナー。ゴリラデザイナー。やだ。ゴリラデザイナー、ミキだって。皆さん、フォークは買ってはいけませんよ。ゴリラ大好きデザイナー。すごい、なんか地図がさ、なんか左側全部海。料金が150円です。え、見て、こう、みんな見て。無視すんな。ほら、めっちゃ水平線綺麗で、ああ、見えない。水平線、見えません。でも今日海が見えることで。やば、本当に言ってください。なんで嘘つくねん。いや、本当に嘘つきなんですよ。嘘つき。それめっちゃ語弊あるからな、それ言ったらなんか。いや、本当に嘘つき、全部嘘つく。冗談の嘘は多いですよな。うおー。めっちゃ綺麗だよ、ほら。すごい。え？あ、間違えた、間違えた。何やってんの？おー、モアビューズっすか？判定してくれてます。山やから、すごい。山やで。およそ。俺、山の克実と呼ばれた男やからな。すごいよ。すごいね。階段の、モア美術館に来ました。いいね。海がめっちゃくちゃ綺麗なんだ。めっちゃやばい、綺麗。見て、やばくない？めっちゃ海綺麗。水平線がすごい。何回言うんそれ。水平線好き女。ハッシュタグ水平線好き女とつながりたい。いかがつながりたい。壮大です。今日はカリッと、かわいいね。一気に涼しくなった。うん、似合ってるよ。さあ行くぞ、兄貴。いつから兄貴になったん？イケメンな階段の上に立ってた。
ケメン、イケメンな階段の上がり方。水平線かな。病気やもん、水平線やん。水平線病や。水平線病気。綺麗じゃない。何に見えるか、その子。これは何に見える。僕と花ちゃんの愛かな。ちょっとやめとこう。おばあちゃん可愛いよな、これな。可愛い、これ見て、逆です。お兄さん可愛くない？うん、可愛い。俺が上や。私が上。すごい青いよ。青い、こっち向いて。向いて。色がすごい変わってる。ね。プラネタリウムみたい。綺麗。うん。すごいな。庭。もうなんか京都みたい。すごい。やっぱ江戸時代に来た気分。すごいみんな。喋れば喋れば薄くなりそうだな。すごい江戸時代。こっちもなんかあるな。かわいいな。ありがとう。その辺反応が可愛くないわ。すごい風や。海沿いやから。牛丼屋さんに来ました。牛丼？牛丼屋さんです。え、旅行やのに？もういいや、パッと食べてたよ。何にしたの？牛カルビ丼。ネギ塩牛カルビ丼。私吉野家で働いてたから。そうか。これが美味しいんだよ。いくで。何してるや。うまい。久々に来た牛丼や。吉野家。一人暮らしだときさ、花ちゃんと一緒に行く前、うん、あの終電で帰ったときは牛丼。マジ？体に悪い。すごい、すごい入り口が。なにこれ。やば。なんかすごいリゾートって感じ。ここでいいのこれ。うわー、見てみんな。すごいわ。えぐ。めっちゃいいや。やばい。シーシェルってとこ？めっちゃいいね、多分。マジ？楽しみ、行こう。行こう。やばい。かわいい。すごい。すごい。やば。進んでちょっと。うわ、すごいわ。かわいい。海見えるやん、海。見える海。ほら、海見える。うわ、すっごいわ。綺麗。すごい。ここから眺められるな、これ。ねえ、やばい。見て、赤いシャンデリアもある。うん、かわいくない？かわいい。いいね。白、うん、白と赤、かわいい。そう、なんか写真映えもしたいなと思って。うん、よく探したね、ここの。結構頑張って探しました。リゾートホテルかな、ここは。そうやな。なんか、車でな、山やったからあれやけど、急に雰囲気変わったな。やばいね。しかもレストランとかさ、うん、なんか貸し切り風呂とかめっちゃ楽しみ。あとでまた映そうか。ねえ。なんかすごいな、ベッドもなんか。とりあえず手洗いです。うん。小物もかわいい。ラブリーなハートマグマである。なんか部屋ごとにな、なんかコンセプトの国みたいなのがあって。うん。ここなんかもっと青っぽいやつもあったで。ここは、忘れた。ありがとう。下になんかゾウさんとかある、ほら。で、クローゼットがあります。2人のクローゼット2人のクローゼット見てね。ここから入れるよ。
今から写真これ体でかない伸びてるからこれなんかオズもさこう、うん、横に伸びるからそうそうそうね俺やばないなんかめっちゃ細かいねこれさっきのあそこにあるゾウさんみたいゾウじゃあ今から写真撮ってちょっとくつろぐせっかく映えるからな、うん、くつろいでめっちゃほら見て体めっちゃ長く見えるほんとだ今日二人のさこのコントラストいいよ なんかえそうそうそう、うん、こんな感じで私大芝居よっしゃ、うん、かわいいなケさんこれ大丈夫これかわいいかもなんか外とかのかしこまるから、うん、美味しい
ラスワンつけようとしたミスってるやつ。柔らかい？めちゃくちゃ柔らかい。めちゃくちゃ美味しい。やばい。失礼起きた。そう言われたら香ばしいかな。締め。やばいですこちら。イクラと鮭の金目鯛の。あら汁。あら汁。やば。プレゼントがあります。ありがとう。なんかすごいコンパクト。匂い嗅いでみた。何やと思うこれ。え、なんか木の匂いする。おめでとう。ありがとう。え、何、なんか柔らかい。ちょっと開けていい？いいよ。え、わかったかも。わかった。だからあえて見せなかったの。そうそうそう、わかるし、見せた。かわいい。え、めっちゃかわいい。ラルーチのバッグ。かわいい。欲しかった。サイズもちょうどいい。これいいよな。なんか、もう自分も欲しかったんやけどさ。なんか絶対使うよ。いや、違う、そういうつもりじゃないで。うん、もうそういうつもりみたいになってるやん、今これ。いや、じゃあ、私のな。うん、これ私の。なんかな、フォロワーさんもな、持ってる人多かったし。うん。かわいいなと思って。かわいい、めっちゃかわいい。うわ、これ最初慣れないでしょ、自社。ボールバッグ。え、すごい。ボールバッグを乗ってんの。くるくるってできるな、これな。そう、こうやって。くる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 。ちゃって。うん。え、ありがとう。いいね。これショルダーバッグか。あの、中に紐が入ってるからさ。うんうんうん。これでショルダー。かわいい。めっちゃいい。使わないでね。では早速私が。おい。一回目かけな。かわいい。いいね。めっちゃいいやん。もう今日もこんな。今めっちゃ合う。しかも今日ね、見てラルーチのね、リングつけて。リングな。二人でお揃いで。うん。かわいい。めっちゃいい感じやな。うん。かわいい。ちょっといっぱい使います。冬。なんかコートに合わせたらめっちゃかわいいやん。あ、かわいい、スヌーピー。お手紙付きです。読んで今。あかん、絶対読むな。いい日の時に読んで。何、うん、ありがとう。
恥ずかしいよ、これいいんだよ、別にこんなとこで飛び出してまあ、だって年に1回やもん、年に1回やもん。そうですね、ありがとう、うん、こんなさ、忙しいのにさ、なんか最近死んでたしさ、なんかなのにこうやって計画立ててくれて死んでたいや、本当になんかもうこんなね、豪華なオーシャンビューホテルも用意してくれて、いや見た先月のみんなあれ、うん、祝ってくれたやつ、花ちゃんが、いやあれはそうでもなくない、だって別に、いやすごいやろ、ご飯行ってホテル行ってサプライズするだけやろ、いや全部揃ってるやんもうそれ3つだったらもういいんや、でも私はさ別にドライブもできないし、うん、車で連れて行くこともできないし、うん、積み込み運転できるからさ、そっから始まるやん、確かにいいなと思う、だから私も来年免許取ります、でも絶対車で連れて行ってほしくない俺花ちゃんの運転乗りたくないサプライズでレンタカーで来られたら僕もう運転変わるわいいやん、いいよな別にみんな、俺ちょっと運転変わって申し訳ないけど、本当分かった OK じゃあ大事に誓います、はい、ありがとう、本当にケーキももらったのさっきね、一安心やわこれで、なんかケーキちゃんと出てくるかなとか、プレゼントいつ渡そうかなとかずっと思ってた、いやちょうどトイレ行ってました、あーそういうこと、今です今ですって言ってどうしますかって言われたからお願いしますなんかこうやってさ、なんか YouTube で動画上げてるじゃん、誕生日とかさ、うん、まあ、Vlog とかもそうだけど、うん、これ大事な日をさ YouTube に残して2人の思い出になるのってよくない、めっちゃいいよな、確かに、うん、なんか発信してるっていう感覚より、うん、ホームビデオ感覚やな、この誕生日とかに関しては、そうそうそう、うん、50分くらいで、ちょうど8時から貸し切りのお風呂があるので、すごいよな、貸し切りの風呂、やばいやばい、でそれでお風呂入って寝ます、はいはい、今日はありがとう、本当に、11時チェックアウト過ぎそう、やばい、朝めっちゃ綺麗だよ、見る、見てよ、ちょっと見に行こう一緒に、もうあと10分しかない、でもマジちょっと今巻いてるから、ちょっとやばい、女の子は準備が大変だよ、ダラダラしてたくせにかつみくん寝てたくせにさ、ご飯食べ終わって、俺も用意したもんね、え俺も用意したもん、やばくない、やばいね、こちら3セットでございます、んいいね、カメ子、今からどこ行く、今から足湯行くの、足湯カフェみたいなとこ行ってくる、朝のテンションすぎて、なあちゃん今日朝飯食ってる時なんかずっとゴニョゴニョ喋ったから全部聞こえへんなんか今さドライブしてんだけどさ、すごいさ海が綺麗なんだよね、ミスタイのみんなにちょっと頑張って見せるね、最高スポット、最高スポット見逃しました、克実運転手、うわーすごい、うん、映る花ちゃんこれ別府や、うん、いいね自然が、すごい、でも空き家じゃなくてもさ、すごいなんか憎い歴史じゃない、確かに、毛穴まで見えますね、自然なんかブランコ書いてあるけど、あそこに見て、ほらこれブランコ、お前ちょっと行ってみる、え、怖い、ちょっとふわふわ滑る、うわ怖い押して、お、すごいよ、ここから景色、うわいいな、押してやばいやばい、飛んでいくやん、やばいやばい、止まったよこれやりすぎないっすかやりすぎやってあのパン屋まで飛んでくじゃん、あそこの、いいやん、そのまま足湯いったらいいやん、足をビューンって、おーすげえ、やばいよね、デザイナーがブランコしてます小学2年生でございます飛びそうなんか怖い、これちょっと押してあげよう、押すなよ、はいはいヤッホーって
意味が分かんない、どういうこと。いくよ。はい。あったかいね、うん、いいね、んすごい景色もいいよ、うわいい、ね、すごい、やばいな、席にさ、なんか置いてたの、席取りのためにタオルを、そのタオルをさ、あのそのタオルをそのタオルをさ、水に浸かってた、うわ人気1やってね、私卵食べれないから、間違チーズパン見せ方下手すぎんこんななんかって、うん、美味しい、パールネックレス可愛くない、最近ハマってるのこれ、うん、なんかスウェットに可愛いなと思って、俺もパールネックレスつけようかな、うん、どう思う、うん、うん、別にいいんじゃない。じゃじゃん、どんぐり。水流れるところ、そうそう、レトロじゃない、めっちゃこういうのもかわいい、見た感じ普通に定食屋じゃね、確かに、うん、いいよ、合ってるこれかわいい、ちょっと待ってねえ、ここよかったよ、来てる、かわいい、アミとインサートいる、アミツのインサートうわー、カロリー、カロリー、カロリーの塊、やばい、全部かけた、やばい、やりすぎたかも、おいしい、うん、バイバイ、せーの、せーの、どういうこと、せーの、今日のメイク紹介するね普通に始めんな今日のメイク、最近はね、あのチークはこれ使ってんの、このなんだっけ、これなんかハイライトとなんかチークが一緒になってるやつ、めっちゃ発色いいの、これチークハイライトね、うん、あとリップはシピシピとロマンとねつけてんの、これめっちゃ可愛いからやってみて、いや俺もあれで、シュウエムロつけてんの、シュウエムロ、マジ、うん、さあ帰ります、帰ろうか、ありがとう、2日間いろいろ、イエスイエス、サプライズも素敵な、うん、素敵なホテルも取ってくれて、また2人の思い出になった、確かに、もう3回目はもう誕生日は、3回目、なんか早くない、早いな、疲れ、もう帰り道はずっと2時間くらい、あの肩もみしてあげるいや、肩もみ券使ってないよ、お前、うわー、なんもね、券もったいなくて使えへんよ、俺、あれ、そっか、分かったわ、あの子供がさ、じゃあお母さんが子供に、おい、かぶせてくんなよ、あのお母さんがさ、子供にさ、うん、あの何々券もらって使わへん気持ちが分かったわ、あー、そういうことか、バイバーイ、ありがとう、運転も、おおチュー。